どうもこんばんは。本日はこれ、アレッサンドロ・ガラティ、イタリアが生んだピアノの魔術師ということで、寺島康国さんとのコラボでピアノソロ作品になっております。この方6歳からクラシックを始めて、後にジャズに興味惹かれてピアノトリオの作品なんかもリリースしてるんですよね。今回は2019年リリースのオーガスティンから1曲、メリークリスマスミスターローレンス、センメリです。もともとはこの曲、大島渚監督の1983年の映画戦場のメリークリスマスのメインテーマになります。作曲は坂本龍一さん。日本的な美意識が端々に感じられて非常に美しい曲なんですよね。例えば日本庭園だとか、あとちょっといいところの温泉宿、あと四季折々の何て言うんですかね、こう美しさ、花鳥風月っていうんですかね、そういう場面に出くわした時にマッチしそうな印象です。そういえば来年2023年の1月13日から 4K 復刻版が映画館で上映されるみたいですね。お好きな方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、アレッサンドロ・ガラティ、オーガスティンからメリークリスマスミスター・ローレンス、どうぞ。